でここにシールド出して、でここでもう一回インカイクして、もう一回ここにシールド出しつつ、でさらにもう一回ここで無限シールド出していくと。はい、どうも。排水口を小一時間凝視し続ける山本と申します。毎度お気に。今回はですね、とある検証をちょっとやっていきたいなと思っておりまして、それは無限にシールドを出せたら無限にカウント稼げる説っていうところをちょっとやっていきたいんですよね。でこれ何なのかとちょっと滑り出しからちょっと悪いんですけど、これ何なのかというと、エリアの抑えでですね、シールドですね。うん。で、今回使っている武器、ちょっともう喋れへん、うっとうしい。ゴーニーガロン別注なんですけど、これシールドじゃないですか。そう、スプラッシュシールドがついてるんですけど、これでですね、インク回復をまず、こんだけ積みますと。で、サブインク効率もこんだけ積みます。ということは、もう、シールド出してインク回復して、シールド出してインク回復して、もうとんでもないことになると。で、エリアの抑えって、もう別に前出なくていいんで、ひたすらこの時間稼げばいいわけじゃないですか。そうなので、これね、シールド出し続けてカウント永遠に稼いでやろうっていうちょっとね動画になっておりますというところで、ちょっとねまだやってないんで分かんないんですけど、もしかしたらこれでねものすごくカウント稼げてめっちゃ強いかもしれん。そうなので、これちょっとねやっていきたいなというところなんですけど、ちょっとにしてもこのエプロンダサいな。うん、このエプロンダサすぎやろ。まあまあそんなことはどうでもいい。うん、というところで、まぁ、ちょっとね、このダッサいギアでね、ちょっとやっていきたいと思うので、よかったら見ていただければなと思います。それではどうぞ。はい、1試合目ですね。管轄やが音楽堂のガチエリアなんですけれどもね。本日一発目の、エリアというところ、一発目のエリアというか、一発目のスプラトゥーンのガチマッチだ。あっかん、今日喋れへん。どうしよう。もう無理かもしれへん、俺今日収録すんの。おっしゃ、やろう。まあ、そんなことは気にせずやっていこう。まあ、武器はね、まあ、そこそこということでね、ちょっとこう、裏取り気をつけたいんですけれども、来てるね。来てる来てる来てる。危ないよ、ここ来てるよ。来てるよ、危ないよ。来てるので、これちょっと倒していきたい。ナイス。オッケー。まあ、ここで、ちょっと待って、死なないように、死ななら、死なやね。もう、喋れへん。これ塗って、オッケー、これね。これちょっと前出にくいときは、こういうとこシールド強いから、こうやって前出てあげて、ほら、こうやって切るけどね。オッケーオッケー。ほんで、これダイナモンもいるんで、ダイナモンこうやって、キルを取って、いけな、あーいい、はい、すいません。ちょっと雑でしたね。すいませんでした。プレイも雑で、実況も雑といったところでね、もう雑でしかないという、すべてが雑、というところでね、ナイス玉溜まりました。あー、まあ、来たね。ってことは、これシールド出してあげて、ナイス玉吐くんですけど、ここちょっとね、援護入れてあげよう。うん、じゃないとね、ちょっとね、もしかしてやられてしまうというところもあるんでね、ここはね、念には念をというところで、相手のね、何か来ている、なんだ、リルガンか、が左に行っているね。これはもう無限に、こういうシールド出してあげましょう。シールドね、で無限に出してあげる。あっかん、無理や、あっかーん。はい、ちょっとね、張り切りすぎましたね。ちょっと相手が近すぎるところでやってしまったというところもあったかもしれないんですけどね。もう局者かな、ダイナモの局者かなんかにやられてしまったと。まあ、左これ味方のね、ダイナモがいるんで、ね、これちょっとついてきながらね、援護をしてとこうやってシールドで入れて、味方のナイス様に合わせて自分もナイス様投げて、味方奥投げてくれたんで自分が手前投げてあげようというところでしたね。で、確保してあげると。うん。さあ、まあ、これでね、まあ、カウントはちょっと、負けてるんですけど、まあ、こっからね、ちょっと頑張っていきたいところがある。ちょっとここね、大胆に裏取りに貸し掛けていきたいんですけど、見られてるんで、ちょっと帰りましょうか。あー、これ挟まれてるね。ちょっと危ないよ、ちょっと危ないよ。これこっちから行くか、こっちから行くか。ちょっとね、もうちょっとね、もうちょっとこれ溜まる。あー、まずいや、まずい。これは多分、やられるんじゃない、やられるんじゃない、無理か。あ、やられた、やられた。オッケー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 。これは味方じゃないわ。相手が、あそこでずっといてくれたんでね、非常に助かりました。というところで、これは人数。さあ、ここでね、抑えのチャンス、無限シールドのチャンス来ましたね。あ、そう。あ、言い忘れたら、ラスパつけてるんで、ラスパ発動したらね、とんでもない、もう、とんでもないことになります。じゃあ、ここでちょっとやってみるか。ここで、無限シールド。待って、こっちナイスさんも溜めてくるね、のため。さあ、来た。あ、なんか来た、なんか来た。右から来てるね。これ無限シールド。ほら、もう打開できないです。ほら、塗ってみな。ほら、塗ってみな。塗ってみな。ほら、無限シールド。ほら、塗ってみな。あっか、塗られる。あっか。あ、けど味方が塗ってくれて、じゃあ、ここでもう一回ナイス様、ちょっと待って、ナイス様で。あー、塗られた、ごめん。ちょっと待って、左に来てるわ。これちょっと見てあげて、あー、一発当ててんけどな、帰っちゃったか、帰っちゃったみたい。うん。あっか、めっちゃシールド出しやすい。シールド軽さ半端ないんけど。さっきから、シールドの軽さが、あー、味方9番で、やられちまった。ちょっと待って、これ押されてるけど、ここちょっとね、生存したいところやな。ここは生存したいところではある。左から何かが来た、左から、何かが来てる。それは、あー！アップな。カラス出た、また。またカラス出た。すぐ出るから。
こう押し気味でね、前線押し気味で塗り固め気味で左高にいるから、これちょっと危ない。これ左からなんか来そうやな。やっぱ来たね、やっぱ来たね。あっかー、待つてんの危ない、あー待つてんのはマジで危ない。あっ、なんか Y ボタン押しちゃった、 Y ボタン押しちゃった。ちょっと待って、やめてくれ。 Y ボタン押しちゃうおじさんです。どうもよろしくお願いいたします。奥にね、いるね。これもインクカレー、インクカレーめちゃくちゃカレー、もう塗っちゃ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 う、インクカレー、インクカレー、インクカレーよ。でこのままこのままナイス温めて、あっかん、おられる、やめてー。はい、もうかなりね、シールドのおかげかわからないんですけれども、カウンター稼げたというところで、ステージャンは積んでないんでね、ちょっと容易には飛べないんですけど、ちゃんとね、敵の位置を見逃さないようにしながら、しっかり打開していきたいという次第でございます。さあ、味方が1キル取ってくれて、しかもおーっと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 、裏にいた、裏にいた、危ない危ない、ナイス、やってくれた。オーケー、シールドは関係ないですね、今のところ全くシールドは関係ないというところでね、どうしましょうかといったところなんですけれども、危ないよ。よっしゃ、ナネス様溜まってる、これ。あ、あ、後ろ、後ろ、あ、倒してくれた。オッケー、ここで無限シールド。さあ、無限シールドだ。さあ、ここで無限シールド。さあ、軽い、さあ、軽い、さあ、軽い。さあ、これ2人なんですけど、これ無限シールドで、無限シールドで、無限にエリアを囲っていく。さあ、無限にエリアを囲っていきながら、ナネス様を吐きつつ、さあ、ここで、ここで。わー、ダメか、ダメか。けど、生存はできた、生存はできた。けど、だいぶカウントは稼げたと思うんだ、今の。多分、わからんけど。ちょっと筆跡やってくれてる。じゃ、このまま打開したいな。あ、このまま塗ってくれるんじゃない？おおおい、ナイスー。もう、なんか、わからんけど、めっちゃカウントは稼げた気した。どうだよ、これ。うん。ちょっとね、まだ、ちょっとこれだけじゃわからん。うん。で、もう一個のステージがさ、アンチョビなんよ。多分そっちの中でシールド強いなと思うけど、全然キル取ってへんけど買ったわ。うん。ちょっとね、アンチョビでもちょっとやってみたいんで、ちょっとね、もうちょっとだけお付き合いください。あー、アンチョビ来た、やったー。で、ちょっと俺さっき気づいたんやけど、相手に必戦とかダイナモとかさ、局者狙ってくる武器いたらシールド貫通してくる。あ、今回いいんじゃない？今回いいんじゃない？だいぶ、だいぶ局者狙いにくそうな武器ばっかよ。これ、ちょっとね、だいぶ刺さるんちゃうかな？わからんけど、ちょっと頑張っていくわ。頑張ってまいります。さあ、右から何か来ていると。これはね、デュアルですね。こう降りてこないかな？降りてきたら怖いけど、ちょっとここは無限シールドでしのいでいきたい。さあ、これ強い。さあ、これ強い。さあ、ここで、ちょっと、アーマーを割りつつ、もう、ちょっと、アーマー割るどころか、一発も当たらん。ナイス、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 ナイス。味方のナイス様にはね、こう積極的にナイスを押していきましょう。あ、ボムの癖で、ボムの癖でリスポーンにシールドを置いてしまうって、まあ、これはあるあるなんですけれどもね。さあ、右奥に一人いるんで、あー、これはあれですね。よくないですね。バブルです。バブルが来ております。ただ、ここね、デュアルがこれ上がってこようとしてるんですけど、これシールドでね、ひたすら邪魔していくっていう。あー、いいっすね。今のもシールドのおかげ、あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。ここも無限シールド出していくと。うん。これラスパ効いてなくても相当ね、アップな。相当、あ、これなんかいる、なんかいる、痛い痛い痛い、やめて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 。なんか来てる、なんか来てる。こっちから来てんのも見えた。今、なんかこっちから来てんのも見えた。ほら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 、来てたやろ。よし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 。これ無限シールド。これ無限シールドやから。無限シールドの出番です。もう永遠に、永遠に、永遠にシールドを出します。ということで、もうこっちから完全に打開されないというところで、味方じゃないわ。相手は諦めたかな。ということで、左見てやろうかな。左を無限シールドで見てやることにしましょう。ひたすら出しますよ、無限に。やばい、やばい、ちょっと待って、待って。一回回復させて、ちょシールド出して、無限シールド発動して、ナイス様貯めて、こう突っ込んできた。こうやろ。で、こっちに逃がす。あ、あ、帰ったか。帰らしたみたいや。で、ここにシールド置くやろ。で、ここで前に出る。ほんで、もう一回ここで一回復して前に出るから。そう。で、無限に、こう無限にほら、見て、みんな。無限シールド。ほらほら、あ、痛い！いや、確かに、意地の力は強い。だが、決定力に欠けるって感じよな。うん。カウントはやはり稼げるね。うん、いい感じに。あっかん、これ。なんか来て、ザップ、やばい。バブルが。ナイス、ナイス、ナイス。おい、ナイス、確保。なんか今、手前、抜けてなかった？大丈夫？抜けてない。ちょっと、ナイス様、溜めつつ、ちょっと、しっかり手前からクリアリングして、アップ。無限シールドからの、ナイス様。赤割れる。耐えろ。シールド、無限シールド。赤めっちゃ耐えてる。赤めっちゃ耐えてる。で、これ総裁するやろ。総裁して、あー、なんか俺のシールドが、消えた。鬼ほど耐えたんやけどな、今。鬼ほど耐えたんやけど、無理やった。あった、これちょっと一旦無視して塗りに行くしかない。
オッケー、これ倒したらでかい、これザップ倒したらでかい、オッケーオッケーオッケー、濡れた。でこうナイスサム吐いて、奥援護入れてあげて、これシールドで、シールドで蓋しに行こう、シールドで蓋しに行こう、無限シールド、オッケーオッケーオッケー俺関係なかった、全く俺は関係なかったけど、全く関係なかったけど、ここシールド出して、これ無限シールド、もう一発出して、出して勝てるか、いやいやいや、オッケー、でもう一回無限シールド、無限シールド、危ない危ない、無限シールド、オッケーあかん、口癖になってきた、楽しくなってきた、やばい、ナイス、やってくれた、でか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 で、こう無限シールド、無限シールド出して、下行っちゃった、下行っちゃったけど、もう一回上に出せ、これぐらいインクのあれはあるから、オッケーオッケー、リードリードリード、無限シールド、無限シールド、あー確保されたか、まけ、だいぶ時間稼げたやろ今、相当うざかったはず。さあこれやって、さあもう1キロやって、さあここももう1キロやりたいが、あー帰った帰った帰った、よし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 、強い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 、無限シールドめっちゃ強いと。でここにシールド出して、でここでもう一回インカイクして、もう一回ここにシールド出しつつ、でさらにもう一回ここで無限シールド出していくと、さあ無限にシールド出していって、相手のパージをね、相手のパージを買っていって、あーちょっとやられちまった、目右から来てんの見てなかったな、ごめん。ここちょっと1キロ入れてくれ、あそのナイスサマでかい、で味方もアーマー入って、アーマー入って、アーマー入って、無理か無理か、あ無理かな、無理そうやな、ちょっとここ維持しきりたいな、維持しきり、だ打開して維持しきりたいちょっと早口言葉みたいなで、早口言葉みたいなってきたけど、あこれ上にいるな、上にいるな、上にいるな、上にいるけど、ちょっと待って、危ない危ない危ない、これ一旦下がりつつ、ここで無限シールド貼っといて、無限シールド貼っといて、無限シールド貼って、さらに無限シールド貼って、さらに無限シールド貼っていくともううるさいというね。でここ上がってきそうなんで、じゃあここ維持、ここ維持、味方待つ、ここは維持して味方待つで、ヘイトをこっちに向けることで正面打開しやすくするっていう、ここも無限シールドもう一回やって塗るやろ、うん、で打開していくと、うん、でうまだまだまだ、これまだまだシールド出るから、もう回復も早い、ほらほらエグエグエグ、ほらエグエグエグ、ほら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 、勝ち、最強強っ圧巻強い、これガチで強い、これネタとかじゃなくてガチで強いぞマジで、あんまキル取らなくても無限に維持できんねんけど、これすんよ。はい、2試合今やっていったんですけど、あのちょっとねマジで、あのいやこの検証実はネタのつもりやったんやけど、マジで強かったいやここ最近マジでこの52ガロンベッチュマジで使い倒しててさ、1日6時間とか7時間とか使っててずっと練習してたんやけど、まあ、そのおかげでね、ちょっと右の人差し指が腱鞘炎になるぐらい練習したんやけど、その練習のこのなんだろう、連動の上がり方とこのギアのハマり方がすごかったね。めちゃくちゃいい感じで維持できた。なんか1人でも相手が3人とか来ても永久にシールド張りながら維持して耐える耐える耐えるみたいな、結構エリアに向いてるみたいな感じだったら、うん、ネタの感じだったけどマジで強かったわ。ということで、気になった方はね、ちょっとあのいろんなギアつけれなくなっちゃうんですけどあのインク回復とね、サブ効率とラスパの組み合わせでね、エリアマジで無敵の防衛力を発揮できるかなというところなんでね、皆さんもよかったら試してもらえればなと思います。はい、それではまた。